想像している倍以上のお客様に来てもらいました。細かいハプニング等もありましたが、無事イベントを終えることができました。はい、皆さんこんにちは。ダイナミズマのストロベリーチャンネルです。はい、今回ですね、昨日おととい10月の26日27日に行われました東海テレビさん主催のふるさと市祭りに、いつま農園の贅沢いちごミルクとして、出展させていただきました。その感想についてこの動画は述べたいなと思います。まずですね、僕が想像している倍以上のお客さんに、来ていただきまして、本当に大忙しでした。もうその大忙しが幸せですよね。本当に皆様ありがとうございました。その中でもですね、やっぱり評判が気になるとかあったんですけども、やっぱり贅沢とかこれだけ入れちゃって大丈夫なのっていうコメントもいただいたり、直接お話もいただきました。で、僕と写真を撮ったりサインを書いてる途中にも、後ろの方が飲んで、ん、うまっ、めっちゃ入ってるみたいな声が聞けるとすごい嬉しかったですね。あー、ごろっと贅沢に入れてよかったなって僕本当に思いました。そんなイベントが大盛況に終われたのも、東海テレビの関係者の皆様がイベント開いていただいて、いつまの上を誘致していただいたのをはじめ、アルバイトスタッフ、お手伝いさんですね、本当皆様がいたからこそ成り立ったイベント、三島農園が大盛況に終わったことだと思ってます。僕は主にですね、皆様に満足していただけるようにサイン対応ですとか、はい、写真を撮ったりお話をねさせていただいたんですけども、やっぱり中で働いているアルバイトの子たちがね気になってたりもしたんですけども、アルバイトで募集していただいて、採用させてもらったお二人ですね、かなり想像している5倍以上の、働きっぷりをね見せていただいて、かなり負担をかけてしまったなっていうのが、申し訳ないなってところだったんですけども、またそういうところも反省点と生かして、またイベント呼んでいただけた時にアルバイトスタッフを増やしたりというところで、もう強力な布陣として三つ葉農園をねどんどん作り上げていきたいなと思ってます。お手伝いさんたちも僕がやりたいことの先読みをしてもらって動いてもらってたので、こういう方たちがいるとかなり強力な布陣になるなと、こういう方たちで三つ葉農園をどんどん大きくしていきたいなというのは正直僕はイベントを終えて特に思いました。実際に多分この動画を見てる方たちの中で三つ葉農園のイベントにね来てくださった方もいると思うんです。もしよかったらコメント欄にて感想を聞かせてください。ぜひ厳しい意見でもいいです、美味しかったよっていう意見でもいいです。 DM いただいた方は本当に嬉しい意見ばっかりで、僕はちょっと名古屋にいたらもう満身しちゃうなと思うぐらい嬉しい意見をたくさんもらいました。イコールですよ、言葉選びちょっとね難しいんですけど、僕は名古屋に行っちゃいけないなと思いました。だって皆さんがねたくさんの方がすごい褒めてくださるので、嬉しくて嬉しくて、このガツガツっとした反骨精神がねなくなっちゃうなと思いました。僕はねまだまだ横浜という知られてない街で自分を売り込んでと、三つ葉農園を売り込んでどんどんでっかくして規模拡大して、そして商品を名古屋に持ってって売る、販売する、イベント開くっていう形がいいのかなっていうのは思いました。やっぱりね、三間拓也という男は慢心しちゃいけないなと思います。慢心すると多分あぐらかくタイプだと思うんです。なので名古屋から離れて頑張って1年に何回か名古屋でイベント開くっていう形をね、今後の目標として頑張っていきたいなと思ってます。はい、そして今後はね、この3ヶ月本当にこの名古屋ふるさと市祭りに対していろいろと準備をしてきたので、一回ちょっと休憩しまして、また2号店のオープンが待ってます。はい、たくさんの方にいちご狩りしていただく、チョコレートを買っていただくというところで、2号店のオープンの準備で大忙しです。よかったらまた皆さん、三つ葉農園2号店のオープンへ向けた作業オフ会なんかもね開いていきたいなと思ってますし、オープンした際には出荷というね部門で今後発表があると思うんですけども、いや、大きなイベントが待ってます。新しい販売方法が増えます。そしてもう一つシークレットのね、ちょっとね三つ葉農園の進展がこの後ね発表が待ってますんでね、楽しみに待っててください。はい、そしてですね、また今後愛知県でイベント開くよっていう時にですね、またご協力してくださる企業の皆様、ぜひコメント DM お待ちしてます。よろしくお願いします。もう昨日の時点でですね、2社ほどですね、やってくれないかというお話もいただきましたし、引き続きね、僕もまた東海テレビさんにね、いろいろ取材していただいて恩があります。そしてね、名古屋の皆さんにね、ドラゴンズ時代応援していただいた恩がありますので、その恩は絶対返さなければいけないので、絶
対ね、愛知県で開きたいなと思ってますし、東海テレビさんにもね、恩を返したいなと思ってます。なので、その恩を返すイベントってなった時に、皆さんぜひ、一人でも多くの方、また、イベントに来てください。はい。最後に感想になりますが、本当に僕はこの、ふるさと一祭りの三つ窓での絶対口を見ることの販売が、大成功しました。本当に良かったです。本当に、ちょっと肩の荷が下りたという感じになります。そして皆さん、たくさん、メンションしていただいたり、リツイートしていただいたり、本当に嬉しいです。どんどん皆さんの力で、三つ窓農園も、どんどん盛り上げてください。SNS にどん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 、投稿してください。よろしくお願いします。今後はですね、三つ窓農園、作業も頑張りますし、栽培も頑張ります。SNS 投稿も頑張ります。新しい販売も頑張ります。どん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 頑張っていきますんで、これからの皆さん、三つ窓農園の応援をよろしくお願いします。では、最後となりますが、イベントの様子を複数枚、ちょっとね、この後スライドショーと流しますので、それを見ながら皆さんはとお別れとなります。では皆様。